チャメリアはアルバニア南部とギリシャ北西部にまたがるイッピロス地方の沿岸部を指し示してアルバニア人によって用いられる地域故障である。チャメリアと呼ばれている地域の大部分はギリシャのテスプロティア県とプレベザ県に属し他にアルバニアサランダ県の南ニやギリシャのヨアニナ県西部の一部を含んでいる。ギリシャではこの地域を表す古庄として古来より エピルスやテスプロティアがある上、チャメリアの故障は大アルバニア主義につながるものとして、ギリシャ人からは忌避されている。この名前は地域に住むジャムアルバニア人にちなみ、アルバニア語で人、の地を意味するエリアの語尾をつけたものである。チャメリアという故障は今日のテスプロティアを指し示す故障として、オスマン帝国統治時代に多用され、現代では、 チャムアルバニア人との関連でよく用いられる。その名前はテュアミス川に由来している。チャメリアと呼ばれる地域は古代や現代のテスプロティア、中世のバゲネティアとほぼ同じであり、アンブラキコスワンの北、イオアニナ山脈の西をその領域としている。しかし、その北の限界は歴史的に変動している。古代にはテスプロティアの北の限界はテュアミス川までであり、 他方で中世にはもっと北まで続いていた。中世のベゲネティアの領域は、今日のアルバニア南部、サランダ県及びデルビナ県を含み、北、北東の限界は、ロガラ山脈や、ムジナ山脈までとなっており、近代のチャメリアの定義と一致している。しかし、現代においては、チャメリアの領域は、方言学的な定義によって、チャムアルバニア人の領域のみに限定され、 アルバニア南部では2つの自治体のみがチャメリアに含まれる。ギリシャ側ではテスプロティア県とプレベザ県、そしてヨアニナ県の一部の村がこれに含まれる。他方、近代以降にギリシャがこの領域を併合してから復活したテスプロティアという故障が指し示す範囲はアルバニア南部を含まずギリシャ領のテスプロティア県とプレベザ県のみに限定されている。コニソル、マルカトや その他のアルバニア南部はギリシャでは北エピルスと呼ばれ、これはエピルスがギリシャとアルバニアによって分断されて、以降にエピルスのアルバニア側を指し示してギリシャで使われるようになった故障である。この地域の大部分は山岳地帯であり、南部には警告や丘陵が多く、北部は農地が多い。地域を貫く道路や水路の多くは中部、南部及び、 西部の渓谷を通っている。5つの河川があり、北のアルバニア領にはパブロ川が、ギリシャ領にはアケローン川、ドゥロス川、アラフトス川、テュアミス川の4つがある。気候は地中海性であり、気温はおおむね摂氏28度から30度、高くても35度程度までである。夏は暑く、冬は冷涼である。南部の一部分と比べると、その他の部分では、 晴天日も少なく、雨がよく降る。冬は冷え、標高の高い北西部では、雪が降る。古代においてこの地域は、当時居住していた部族、テスプロティア人の名をとって、テスプロティアと呼ばれていた。ストラボによれば、テスプロティア人とも、ロシア人は、エピルスに住む14の部族の中で最も有名であり、その全域を支配していたこともあった。ハオニア人に続いて、 エピルスの支配者となったのが、テスプロティア人とも、ロシア人であった。プルタルコスによれば、ハオニア人、テスプロティア人も、ロシア人は、エピルスに住む部族の中で、中核的な存在であり、他の部族を力で圧倒していた。紀元前4世紀の碑文は、テスプロティア人の国家組織の特徴に関する、さらなる情報があり、それが、他のエピルス地方の諸部族とよく似たものであることが、 伺える。中世にはこの地域は、バガネティアと呼ばれ、ローマ帝国、ついで東ローマ帝国の統治下に置かれた。1205年、東ローマ皇帝、イサキオス2世アンゲロス及び、アレクシオス3世アンゲロスのいとこである、ミカエル1世、コムネノスドゥーカスは、エピロス先制公国を建国し、15世紀までこの地を、治めた。バガネティアをはじめとするエピルス全域が、 コンスタンティノポリス、テッサリア、ペロポネソス半島からのギリシャ人難民の新しい定住地となり、ミカエル一世は、ラテン帝国の洪水から人々を救った第二のノアと、形容されるようになった。この時代に、アルバニア人やアルーマニア人がこの地に移住したことが記されている。エピルス先生公国は、ブルガリア帝国、ニカイア帝国、アンジューシチリアーサなどと、 たびたび衝突した。エピルスではやがて、ヨハネス5世、パレオロゴスとヨハネス6世、カンタクゼノスの内戦に入り、1348年に、ステファウロシュ4世、ドゥシャン率いるセルビア王国に征服された。この間、アルバニア人国家がこの地域に築かれた。1358年の夏、エピロス先制公国オルシーニアサの最後の君主、ニキフォーロス2世。 ドゥカス・オルシーには、アルバニア人の州長たちに打ちまかされた。さらに、セルビア皇帝の承認を受け、これらのアルバニア人州長は、エピルスに2つの国家、アルタ公国とジロカストラ公国を打ち立てた。エピルスの内部分裂は、オスマン帝国による侵攻を容易にし、1430年にはヨアニナが、1449年にはアルタが、1460年にはアンゲロカストロが、 1479年には、ボニツァが、オスマン帝国に征服され、エピロス先制公国や、新しいアルバニア人国家はその歴史を閉じ、オスマン帝国の支配下となった。オスマン帝国時代、この地域は、ヨアニナ州に組み込まれ、後にヤニナパッシャリクの支配下となった。この時代、この地域は、チャメリアと呼ばれ、ヤニナ州の地区の一つとなった。 18世紀、オスマン帝国の力が衰えていく中、この地域は、アルバニア人の武装勢力指導者でこの地域の支配者となったテペデレンリアリーパシャによって、反独立のヤニナパシャ陸の一部となった。アリーパシャは、スーリの住民の連合を屈服させようと攻略に出たが、スーリオーテスの戦士らによって強い抵抗を受けた。アリーパシャは、スーリオーテス平定を目指して何度も、 攻勢をかけ、1803年にようやく数量支配下に収めた。パシャリークがついえた後、地域は再びオスマン帝国の統治下となった。ギリシャ人、アルバニア人の双方がチャメリアを含むエピルス全域を自分たちの国のハントに収めることを目指し始めた。バルカン戦争の後、1913年のロンドン会議によってエピルスは分断され、 チャメリアの大部分がギリシャ領となり、北端のごく一部のみが新しく作られたアルバニアの領土に編入された。チャメリア地方がギリシャ領となってからの時代、その住民にはギリシャ語、アルバニア語、アルウマニア語、ロマ語などの和社がいた。1923年にローザンヌ条約に基づいてギリシャとトルコとの間で住民交換が行われた際、アナトリア半島を追われた。 ギリシャ人難民がこの地に入植した。1936年、イオアニナ県の一部が分離され、この地方の名を取ってテスプロティア県となった。チャムアルバニア人は宗教的権利を認められているものの、少数民族としての地位は認められず、国家による直接の迫害の証拠は少数である。ムスリムのチャムアルバニア人は宗教的少数者とみなされ、 都の一部は1923年の住民交換によってトルコに送られ、その資産はギリシャ政府に移譲された。聖教徒のチャムアルバニア人はギリシャ人とみなされ、彼らの民族文化や言語はギリシャ人のそれらへの同化の圧力にさらされた。14世紀前半のアルバニア人の人口移動第二次。 大戦時の数軸国によるギリシャ占領の間、ムスリムのチャムアルバニア人の一部はイタリアやドイツの軍と協力関係にあり各種の戦争犯罪に加担した。第二次世界大戦が終わるとギリシャ領に居住していたチャムアルバニア人のほぼすべてが戦時中の数軸国への協力を理由としてアルバニアへと追放された。しかし、ムスリムのチャム人の中には ギリシャ側のレジスタンスに加わった者や戦争に関与していなかった者も,もいた。数軸国に抵抗していたギリシャ人のゲリラや地元の住民らはチャムアルバニア人を攻撃し、集団虐殺なども発生した。中世以来、チャメリア地域は複雑な民族根従の地であり、ギリシャ人やアルバニア人、その他の民族がまた住んでおり、その民族自認も流動的であった。 数世紀にわたる、この地方の民族構成はほぼ不明のままであるが、19世紀の民族主義革命家が考えるような民族的、純粋性とはほど遠いものであった可能性が高い。ギリシャの国勢調査では、この地域に住むムスリムのみが、アルバニア人とみなされる。1913年の国勢調査によると、総人口6万人のうち2万5000人の、 アルバニア語を母語とするムスリムが当時チャメリアに居住していた。1923年には2319人のムスリムのチャム人が居住していた。1928年の国勢調査では17008人のアルバニア語を母語とするムスリムが居住していた。1941年にファシストイタリアの占領下で行われた国勢調査は 正教徒のアルバニア人の数を調査した唯一の国勢調査であったが、ギリシャ側はこれを誇張されたものとしている。この時の国勢調査では5万4千人のアルバニア人が居住しており、うち2万6千人が正教徒、2万8千人がムスリムであり、ギリシャ人の数は2万人とされている。対戦後、民族自認や言語を調査しないギリシャの国勢調査が復活し、 それによると1947年にはムスリムの数は113人、1951年には127人となっている。ギリシャ政府の国勢調査では民族や言語について一切調査を行っていないため、チャメリアに住むアルバニア人の数を把握することは依然不可能である。西教徒のチャム人の数を4万人と推定するものもある。アルバニア語は イグメニツァなどで住民の一部が話している。エスノロングによると、アルバニア語はエピルス及び、フロリナ市のレイホぼ村で合わせて1万人によって話されているとされる。1994年に行われた調査では、キリシャ領でのアルバニア語使用は急速に縮小しており、少数言語が何ら公的な支援が得られていないことによると考えられる。ありがとうございます。